れてきてくれてありがとう。キラキラしてるのがたくさんある。それにみんなニコニコしてて楽しそう。遊園地キラキラしてるから見てるだけで楽しいもん。はーい、チュロス買ったら何に乗ろうかな。メリーゴーランドも可愛いし、お魚コースターもいいな。そういえばたまにフェニー君が遊園地の中をお散歩してるんだっけ。いないかな。フェニー君いた。握手してもらいたいな。あ、うん。ねえお母さん、あっちにフェニー君が。うん。あ、フェニー君行っちゃう。今行かないと握手できないかも。でも、お母さんと一緒じゃないと。あのね、お母さん。お母さん、まだ電話終わらなそう。本当は、ダメだけど。フェニー君、すぐ近くにいるし、ちょっとだけなら。フェニー君と握手できてよかった。早くお母さんのところに戻らないと。あれ？お母さん、ここにいたはずなのに。なんで？どこにもいない。あれ？お母さん？どうしよう、迷子になっちゃった。お母さん、探さないと。朝日奈。あ、でも知らない人に名前を言っちゃダメだってお母さんが。その…ごめんなさい。知らない人に声かけられた。周りの人もずっとこっち見てる。メリーゴーランドもあんなに大きかったっけ。お馬さん、可愛いと思ってたのに、なんでだろう。怖い。遊園地、全然キラキラしてないよ。なんで？怖い。怖いよ。お母さん、どこ？お母さん。
あ、あの時、お母さんの手が、すごく冷たかった。ううん。あの時だけじゃない。今もずっと、冷たい気がする。でも、どうして。真冬ちゃん。あ、マイコ。大変。助けてあげないと。そうだね。あ、でも。大丈夫みたい。私の。やりたいこと、私には、そんなもの。あ、真冬？あれ、あの子、どうしたのかな？迷子？ぽいね。さすがに放っておけないし、ちょっと声かけてみようか。ねえ、大丈夫？もしかして、お母さんたちとはぐれちゃった？わ、びっくりした。私、なんか変なことしちゃった？あ、エナ、その子、膝すりむいてる。痛くて泣いてるのかも。え？あ、ほんとだ。お母さんもいないし、不安だよね。じゃあ、まず救護テントに連れて行ってあげた方がいいのかも。でも、座り込んじゃってるし、歩けるかな。担ぐのはさすがに難しそうだし。そうだ！救護テントから誰か連れてくるのがいいかも。場所は。私は。僕にとって、ショーはとても大切なものです。だから、助けてくれたあなたには、感謝してもしきれない。先輩、本当にありがとうございました！私は。真冬？大丈夫。立てる？そう。痛かったね。傷口は、そこまでひどくない。誰か、水を持ってない？あ、うん。さっき買った水があるよ。まだ開けてないやつ。貸してもらっていい？後で返すから。うん。
ていうか、それくらいあげるよ。ありがとう。まずは水で傷を洗い流す。それからハンカチで軽く拭いて、絆創膏、あとは。痛いの痛いの、飛んでけ。え？まだ痛い。よかった。あ、うん、どういたしまして。え、あ、女の人が走ってくる。いえ、大したことは。